グアムのドコモパシフィック店舗、ドコモパシフィックは、アメリカ合衆国、グアム及び、北マリアナ諸島の電気通信事業者。現在は NTT ドコモの完全子会社。もともとは、グアムで、GSM 方式による、携帯電話事業を行っていた、グアムワイヤレステレホンカンパニー、LLC と、同じく、グアムサイパンで、CDMA 方式による、 携帯電話事業を展開していたグアムセルラーページングインクの2社が前進2006年3月に NTT ドコモが新たに設立した投資持ち株会社を通じてグアムセルラーを完全買収しさらにグアムセルラーがグアムワイヤレスの営業譲渡を受ける形で両社を統合することを発表し最終的に同年11月に 米国連邦通信委員会による買収承認が降りたことで正式に NTT ドコモさん入り。2008年10月にはグアムセルラーの社名を現在のドコモパシフィックに変更し現在に至る。ノキア、モトローラ、HTC、ブラックベリーといった機種を扱っている。またその他にポケットベルも扱っている。2010年9月からは NTT ドコモの 国際パケット定額サービスの海外パケ放題の対象事業者となっている。2013年5月にはグアム島内でケーブルテレビ ISP 事業を行っている MCV 社を買収、統合し、携帯電話、CATV、固定電話等を提供する総合通信事業者となった。元々旧グアムワイヤレスグアムセルラーが運営していた GSM CDMA 方式のサービスに加え、2008年7月から WCDMA 方式によるサービスも開始した。なお WCDMA サービスの周波数帯としては8 5 0ヘルツ帯を使用するため、日本国内で販売されている携帯電話で WCDMA によるローミングサービスを利用するためには8 5 0 メガヘルツ帯に対応した端末が必要となる点に注意が必要。現在はグアム島ほぼ全域で利用が可能となっている。なお、従前からの GSM は1900メガヘルツ帯がメインだが850メガヘルツ帯も採用している。2012年10月4日にはグアム島内で LTE によるサービスを開始した。 なお LTE では 700MHz 帯を利用しているためローミング開始が遅れたが2014年9月現在はワールドウィングクラス5対応機種に限りローミングが利用可能となっている2016年12月からはボルト国際ローミング対応機種に限りボルトによる通話が可能になっている2018年10月1日 他社も含め島内における GSM サービスを終了。2007年9月には、グアムにおける i モードのローミングサービスを開始、10月にはドコモプレミアクラブの優待サービスも開始している。2009年12月9日より、NTT ドコモが日本で提供している i チャンネルサービスをドコモパシフィック社の契約者向けにグアム及びサイパンで、 マックスチャンネルとして提供を開始した。提供される情報として、世界のニューススポーツ、フィリピンのニュース、芸能、及び世界の技術情報などの情報をプッシュ型で配信する。ドコモの子会社ではあるが、ソフトバンクモバイルの世界対応形態、KDDI、沖縄セルラー電話の au 世界サービス、e モバイルの国際ローミングを受け入れている。以前は、 KDDI、沖縄セルラー電話のグローバスパスポート、CDMA の CDMA ローミングにも対応していたが、CDMA サービスは2010年12月31日をもって終了したため、グアムにおけるグローバスパスポート CDMA によるローミングは、他事業者の周波数帯に対応している A5505SA 利用時を除き終了。なお、a 5 5 5 s a も、 2012年7月22日に c d m で1 x サービスが事実上終了するのに伴い利用不可となる。ありがとうございます。